皆さんこんにちは、柚月ゆかりです。今回もファンタジーフェア全エリアと歩踏破チャレンジ続けていきたいと思います。次のシムはフラメンカ、スポンサーはアンポワンとセイダー、景観作成者はそれぞれのオーナークリエイターケツイナイドゥ氏とレブナマキャブル氏です。行ってみましょう。また世界の色合いが変わりました。紫の世界からピンクと金色の世界へ。毎回この世界が変わる瞬間にドキドキしてしまいます。ピンクの世界だからというわけでもないのでしょうが、どこのお店でも女性向けの色っぽいアイテムの取り扱いが多いような印象を受けます。すごいですね。川や海の水までもが金色です。日当たりの階段を登っていくと新しい街並みに出ました。こうして何層かに分かれた街並みになっているのでしょうか。シム中央広場がありました。なるほど、ここは先ほど海を見た広場のちょうど上にあたるのですね。こちらがスポンサーショップ。アンポワンとセイダー、同じ建物の左右半々で展開しています。アンポワンの商品はアバター、アクセサリー、服、景観アイテムに乗り物と多岐にわたっています。ザ・ラストストップで見たティーグルの馬のアタッチメントなどもあるようです。一方、セイダーの商品はアクセサリーがメイン。角や尻尾、目のテクスチャなど、魔物的な存在を表現するのに使えそうなダークな雰囲気です。こちらの骸骨さんは、アンポワンの売り場にもありましたね。恐ろしい見た目なのに、どことなく人間臭い仕草のためか親しみが湧いてしまいます。お仕事お疲れ様です。階段が下りになってきました。ということは、シム協会ですね。ですがその前に、
こちらのハヤブサデザインも日本人クリエイターのお店です。こちらで販売されているのは景観アイテムの木です。一本の木で花が咲いているところ、緑が生い茂っているところ、雪が積もっているところなど、四季折々の姿を切り替えられる優れものです。では次のシムへ向かいましょうか。次のシムはロリオカリプス。スポンサーはホワッツロストスピリッツとネフィリムフォトグラフィー。景観作成者はホワッツロストスピリッツのオーナークリエイターホワット88ゾンド氏です。それでは行ってみましょう。お菓子の家が立ち並ぶおとぎの国にしてはどこかダークな雰囲気ですね。大変。町の中央に大きなお化けが鎮座しています。ただのお菓子ではなく、お菓子のお化けですね。あの辺りにシム中央広場がありそうですが、歩いてたどり着けるでしょうか。ショップの品揃えもメルヘンとホラーが同居するようなこの雰囲気にふさわしいものばかりです。こちらがスポンサーショップのホワッツロストスピリッツです。街を彩るお菓子のお化けはもちろん、シム内のものと同じ建物なども販売されています。反対側の壁はネフィリムフォトグラフィーのギャラリーとなっているようです。一部の作品はチャリティーベンダー経由で購入して自宅などに飾ることができます。また建物の2階はアルテミシアという別のショップになっているようです。広場へ続く道は無事なようです。歩いて行けますね。広場には町長とその夫人の像が建てられています。こちらの看板には町がこのような姿になってしまった経緯が書かれているようです。それによると、錬金術師を先祖に持つこの町の市長と夫人は永遠の命を得るため町の人々をキャンディーに変えて食べてしまったのだとか。お菓子のお化けたちは市長の手下なのでしょうか。それとも食べられてしまった市民たちの怨念なのでしょうか。こちらのお店は看板を誰かに盗まれちゃった？あら、お気の毒に。
ではなくサムワンストールマイサインが店名のようです。面白いですね。こちらも小若わいい系というか、ゴスロリホラーとコメディが融合したような、いかにもこのシムにふさわしいデザインですね。この街にも日本人クリエイターのお店があります。こちらのメンコイです。ディンキー用の着ぐるみ、カジュアルポップなファッションなどを扱っているようです。こちらはクリックするとワッフルをもらえるようです。インベントリに送られてきたアイテムを装着すると、なるほど、ワッフルです。でも突然お化けになって襲ってこないか、ちょっと不安ですね。町の反対側まで回ってくるとシム教会がありました。この町の行く末も気になりますが、今は先に進みましょう。次のシムはザ・ダスクフォールコート。スポンサーはクイルス&キュリオシティーズとクリプティッド。景観作成者はそれぞれのオーナークリエイター、ダシエン氏とマルセル氏、同じブラックウッドの性を共有するお二人は、実際にセカンドライフ上でパートナーシップを結ばれているクイルス&キュリオシティーズのクリエイターです。クロー氏はクリプティッドのクリエイター。さらにレモニーノバ氏も景観作成に名を連ねています。行ってみましょう。ここもまた深い霧に包まれた世界ですね。今度は青い霧です。道端にいるのは猫？いえ、ちょっと変わった生物のようです。まあ大きなヒキガエル、でも可愛らしいリボンをつけていますね。女の子なのでしょうか。こちらはスポンサーショップのクイルス&キュリオシティーズとクリプティッド。どちらのお店もアバターのアクセサリーやアタッチメントが主な取り扱い商品ですが、ホラー寄りのダークな世界観を表現するアイテムが多くなっています。先ほどのヒキガエルや猫に似た奇妙な生物なども並んでいますね。スポンサーショップの正面の道をまっすぐ行くとシム中央広場に出ました。こちらでもこのシムの世界観、ロアを記したノートカードがもらえるようです。それによると、美しいこの森では実は妖精たちが何も知らない旅人を罠にかけ、彼らの法廷に引きずり出そうと狙っているのだそうです。このシムにコート、法廷という名がついているのはそのためなのですね。妖精の罠にかからないよう先を急ぎましょう。こちらのお店でもアバターに装着するアクセサリーやアタッチメントを販売しています。
こうしたアイテムはアバター全体を妖精や魔物のような姿に改造するのと違って普段使いのアバターに装着するだけで使えるため、やはり人気が高いようです。あ、シム教会が見えてきました。どうやら妖精に捕まらずに済んだようですね。今回はここまでとして、次回またこの続きから歩き始めましょう。ご視聴ありがとうございました。